卒業生入場。同時、寒さの中にも少しずつ早春の息吹が感じられるこの良き日に、私たち3年生一同は奈良育英高校を卒業します。本日はご多忙の中、ご来賓の皆様のご臨席を賜り、多くの先生方、私たち卒業生のために盛大な式を挙行していただきまして、誠にありがとうございます。卒業生を代表し熱く御礼申し上げます。この奈良育英高校で過ごした3年間を振り返ってみますと、たくさんの楽しかったことが思い出されます。数ある学校行事の中で一番印象深いものは修学旅行です。出発する何ヶ月も前からグアムのことについていろいろと調べたことを今でも鮮明に覚えています。そして現地でキラキラと輝く太陽と自然豊かな環境の下で現地の方と交流したり、マリンアクティビティを満喫したりしたことは、私たちにとってのとても大切な思い出となりました。しかし、楽しいことばかりではありません。つらかったことや必死になったこともたくさんありました。特に頑張ったのは生徒会活動です。副会長、生徒会長をそれぞれ1年間務めましたが、生徒会長としての1年は責任の重さについて考えさせられるものでした。行事の企画運営をするにあたり、今まで先輩に頼りきりだった自分に気づかされることもありました。また自分に足りない能力がいかにたくさんあるかを思い知らされることもありました。しかしその中で様々な反省を踏まえ、たくさんの壁を乗り越えてマフラー自由化など高速の改定を行うことができたのは私の誇りです。辛い時に頑張ることができたのは、今私がお話をさせていただいているこの場所から行事のたびに皆さんの楽しそうな顔や嬉しそうな顔を見て励まされてきたからに他なりません。また辛いことを乗り越え自分を成長させることができたのは、私を見守り激励してくれた先生方のおかげです。本当にありがとうございました。そして誰よりも強く感謝の気持ちを伝えたい人がいます。それは家族です。まず母には毎日学校がある日やクラブで朝早くに起きなければならない日でも僕よりも早く起きてお弁当を作り、洗濯などたくさんのことをしていただきました。時には心ない言葉を言ったりしましたが、それでも今日まで育てていただきありがとうございました。
そして父には毎日駅まで送り迎えをしてもらい、僕たち家族の生活を支えるために必死に仕事をしていただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。最後に、祖父は私の3分の2を作り上げてくれたと言っても過言ではありません。小さい時からいろんなことを教えてもらいました。私が野球を好きになるきっかけを与えてくれたのも祖父でした。シーズン中はテレビがついていたらほとんど阪神戦でした。そして買ってもらった金本のユニフォームを着てよく甲子園に行ったことは忘れることはできません。春から大学生になりアルバイトをして、今度は僕が甲子園に連れて行ってあげたいと思うので楽しみにしていてください。こうして家族に支えられたくさんの愛を受けて育った18年間は本当にかけがえのない時間です。今度は私が家族、そしてお世話になった人に恩返しができるように頑張りたいと思います。そして在校生の皆さん、私は去年の卒業式で先輩方へ、私たちは最高学年としての自覚と責任を持って頑張りますと言いました。皆さんから見て、私たち3年生は少しでも頼りになる存在だったでしょうか。一人でもそう思ってくれていたら嬉しい限りです。そして皆さんには私たちを超える存在となってほしいと思います。私は世の中が常に変化するように、人も常にアップデートしなければならないと思います。ですから皆さんもこの学校とともに変化を恐れずに成長していってください。私たちもこれから社会で皆さんの見本となるべく、さらに頑張りたいと思います。小学校、中学校、高等学校と人生の3分の2を奈良育英学園で過ごした私にとって、奈良育英以外の環境については知らないことだらけです。これから大学生となり、たくさんのことを学び、一回りも二回りも大きい自分となって帰ってきたいと思います。最後に、3年生の皆さん、あと少しで私たちの高校生活が終わろうとしています。毎朝朝の会でおしゃべりをしていて、担任の先生に怒られたり、真剣に部活動に取り組んだ日々や、たわいのない話をして過ごした休み時間や帰り道という当たり前はもう当たり前ではなくなってしまいます。昨日まで私には今日卒業するんだという実感が全く湧きませんでした。ですが今になって当たり前の日常というのはどれほど大切なものかを痛感しています。口では今日の学校めんどくさいわとか言いながら、学校に行くのが楽しくて楽しくてたまりませんでした。こんなに楽しかったのは、ここにいるみんなと3年間一緒に過ごすことができたからです。3年生277人は私の誇りです。あとほんの少しだけ時間が残っています。ぜひ友達と悔いの残らぬようたくさんしゃべり、感謝の気持ちを伝えてみてください。最後になりましたが、皆様方のご健康とご活躍をお祈りし、奈良育英高校のますますのご発展を記念いたしまして答辞とさせていただきます。平成30年2月17日卒業生代表、これをもちまして奈良育英高等学校第70回卒業証書授与式を終了いたします。
開けない教室のドア向かい